ここ死にポイントかな。それでは見ていきましょう。でん 7.03 8.66 8.66 でどうも、ワクでございます。ということで本日もメーカーの方やっていきたいと思うんですが、本日やっていくのは、クリア率当てようゲーム。ということで、本日やっていきますのは、クリア率を見ずにプレイして、コースの内容だけを見て、クリア率を当てるという企画でございます。意味わかりましたか？わかりました。はい、では早速、人気ランキングから適当にコースを選んできて、まだもちろんクリア率は見てません。本当に見てません。まず約束するんで。で、こういうコースでございます。多分、こう飛び移っていく感じの、そんな難しくない気がするね。でもこれは違う。いや、俺さ、このコース結構高めだと思うんだよね。なるほど。分析完了。はい。中間か。いや、なんかね、めちゃくちゃ簡単ではないんよ。簡単だけど、めちゃくちゃ簡単ではない感じ。どのぐらいだろうな。30% ぐらいあるんじゃねえかなって気もする。ピンクコイン。これピンクコインもポイントだから、ピンクコインがあるってことは、ちょっとレベルが上がると見た。でもなんか、いいコースだね。さすが人気ランキングをなんか、上行ってるまでだけのことはあるなっていう感じで。でもこれさ、ワンチャン俺でも一発クリアできてもおかしくないようなコースなんだよ。できないけど、俺でも一発クリアできてもおかしくないとは思ってる。おかしくないっていう気だけはあるから、俺だって。ここ死にポイントかな。ゴール。待て、先に予想しよう。いや。25.67%！ それでいきます！ 25.67%！ 枠の回答 25.7、何パーセントつった俺。忘れた。はい、それではね、こちらのコース、クリア率見ていきましょう。クリア率、ドーン！ 8.59！低くはい、それでは2問目、こちらのコース。コイン、ウォー。ということでね。コインを、いっぱい取るコース。こういうコースやったとかあんま良くないかもしれんけど。なるほど。でもこれは、一回クリアっていうか最後まで行ってからだね、クリア率がわかるのは。時間制限があるタイプだから、コイン500枚。いやー、今何枚だ？いや、結構簡単だぞ。結構簡単だな、これ。このタイプは、だって俺が適当にやっても今クリアできそうだもんね。俺が適当にやってもクリアできるコースっていうのはかなり高いと思うんだよ。俺ができないならまだしも。でも意外と低めの、22.7。22.7 です。はい。それではね、こちらのコースクリア率出していきましょう。それでは、ドン！ 27.7 だ 27.43！惜しい！それでは次、こちらの問題、テトリススピランということでね、10秒スピランでございます。10秒スピランってかなり難しい感じもするが、いや、これは難しくないタイプだな。いや、これはさ、どう見ても難しくないタイプだよね。合ってるよね。いや、これは高い。これ、僕、ドンピシャで当てていい？36.43。36.43 で。それでは見ていきましょう。でん !7.03! 7.03! いや、わかるかそんなの。これで 7.03 わかるか。それでは次、こちらの問題でいきたいと思います。ダンドラ。読めないけど、なんだ？でも、普通のコースって感じじゃない？割と、マリオメーカーっぽくない、純正マリオ感のあるコース。これはめられるステージでもない。ブラックパックンがね、土管から出てくるの結構新鮮だね。上に行くのか、これ。なんだ？絶対あれいる。待って、あれどうやっとる？こっち。はい。くそー！いや、こっち。もう新しいの出てきて。新しいの。おーい。オッケー。でよ。待って、これ、仕様がわかんねえ。これでゆっくり降りれると、オッケー。でも、そんなに難しくない感じがするんだよないやでも分かんねえからな。さっきのコースもそんなに難しくなかったのにさ、これファイヤー取ってよかったのか、本当にファイヤー取ってよかったのか。さっきのコースもそんな難しくなかったのに、シャーペペ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 ー。そう、さっきのコースも全然難しくなかったのに 7% とか取ったよね。でいくとこいつもなんか意外と低い可能性すらある。いやなんかドンピシャで当てたいよね、ドンピシャで。マジで俺、0. 何とかとかまで当てたいんよ。なんだ、何点、何々。その2個あるじゃんかにね。マジさ、全然難しくないのにさ、めっちゃ死ぬ。これ何？一体何が起こってる？一体何が起こってるのか俺には全然理解ができないね。クリア率の問題じゃないね、これは。なんだ？ん？ちょっとなんか謎解きみたいなコースなのかなってなると話は変わってくるよな。クリア率ももちろんのことながら。中間がある。中間ってクリア率に影響するのかな。分かれんなら中間の立ち位置が。いや、基本的にこのブラックパックンが出てくるんだよ。で、それで結構初見殺しじゃないけど、油断して死ぬパターンが意外と、油断してね、死ぬパターンが意外と多いんじゃないかと俺は思うわけよ。結構油断しがちじゃん。俺は油断しないけど、俺以外の人は油断してしまうんじゃないかなって。で、俺だから避けれてるみたいなとこあるけど、俺じゃなかったら多分当たってるなみたいな。俺じゃなきゃ見逃しちゃうねのパターンだよ。これはまさに。これちょっと大きくなるアイテム欲しいな。大きくなっちゃった。ちょっとさ、一回集中しようぜ。これさ、クリア率難しいのに挑戦しようぜっていう企画じゃねえんだわ。言っとくけどそういう企画じゃねえんだ。クリア率当てようぜって企画なんだわ。なんでこんな死ぬの？難しいコースにチャレンジしてないよね、全然。あった、またなんか。なんかこれ。お、いいのくれるんじゃないか。絶対いいのくれる、絶対いいのくれる。うわ、ヨッシーはヨッシー。ヨッシーはヨッシーだな。ヨッシー、あー、これウィーン、って踏ん張れないパターンか。踏ん張れないヨッシーか。踏ん張れないヨッシーに何の価値があるんだ。ヨッシーファンの皆さんすいません。価値はあります、ちゃんと。踏ん張れないヨッシーもみなヨッシー。おお、さすが。ヨッシーのジャンプ力。これヨッシーを捨てろってこと？いけるこれ。ヨッシー捨てずにいける？これ、食べれる？食べて。はい。はい。いいね、ヨッシー食べれるの。はい、や、いいよ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、魔法ね。これヨッシー捨てなきゃいけないんじゃないか？ヨッシーを捨てる。待て、ヨッシーを回収する。ヨッシーを捨てたくない。ヨッシー！いや、こいつ落ちてくるね。これなんか来るね。はい、対応してる。いや、これ結構クリア率低いぞ。今の絶対みんな死んでるから、今ので。絶対みんな一回はやられる、あそこで。俺はやられないけどね。俺だからやられないけど、俺じゃなかったらやられるね、今のは。はい、出ました。また俺じゃなきゃ見逃しちゃうね、パターン出ました。もう今日はこのネタしか出ない気がします。わー、真っ赤っかキラーで、はい、ゴールド。いや、意外と難しかった気がするから。8.66 で 8.66 バズーカ。それではクリア率見ていきましょう。ドン！ 8.62！ 俺 8.62 って言ったよね。正解ということでそんじゃありがとうございました。